おはようございます、こんにちは、こんばんは、ルッチマンです。今回は6月の14日ついにリリースとなるブループロトコル、このタイミングでですね、明かされる運営の思いが綴られたファミ通のインタビューですね。まあ一ユーザー側である私視点の感想も踏まえながらお伝えしていこうと思います。ブループロがこの先どういう方向に向かっていくのかなんかも、まあ、分かる内容となってます。記事に関しては概要欄にも貼ってますので、気になった方はぜひ一読してみてください。まずはじめに2020年11月実地の孵化テスト以降、ネットの世界においてもほぼ沈黙を続けて、界隈ではもうブループロ終わったんじゃねえとか、もう10年後ショーみたいな感じでいろいろ言われてましたね。しかし2022年11月の4日突如ツイッターにて開発を続けていると、まあ、報告がありまして、まあ、信じ続けていた人、半ば諦めかけていた人が一斉に歓喜しました。そして次にその期間開発を続けていた運営は何を思い何をしていたのか、なぜ沈黙し続けたのかについてですが、まあ、運営はこう言っています。全てを作り直したと。知らない人にも分かるように簡単に説明します。ブループロトコルはクローズドベータテストをやった後、ユーザーからの評価は酷評の嵐でした。私もテストに参加しましたし、その感想はもうひどいの一言でした。もちろんグラフィックはいいものの、システム面においてはなんでこうなったのかなっていうのがわからないレベルで、一つ一つのシステムがストレスしか感じないものとなっていました。過去の私の動画でも言っていたことなんですけど、クローズドベータテストの段階って評価しなければいけない部分と、まあこれは直してくるだろうからとりあえずは気にしなくていいよねっていう部分があると個人的には思ってます。しかしこのブループロトコルに関して言うと、クローズドベータテストの段階とはいえ、システムの根本的な部分でこれはまずいだろうと思える部分が多数どころか、全体のシステムの 6,7 割はあるなぁと感じちゃったんですよね。でそしてそう感じたプレイヤーは私だけではなく、多数のクローズドベータテスト参加者が感じてしまったというのが、まあ、一連の流れとなります。そして運営自身はテストについてこう語っています。アルファってやっぱりアルファなんですよ。もともと未完成品ですし、エイヤーで決めたところがたくさんありました。後先考えてない部分も多かったんですよね、と。テストだから全部試したい。その中でギリギリを見定めようとしたのが CBT だったんです。ですけど、ある種そこでゲームとして評価されてしまった。今は CBT イコールほぼ完成品というイメージが強いですからね。開発運営側はあくまでテストとして考えているのに、ユーザーには完成品として受け取られてしまったと。これに関して言うとまさにその通りで、あくまでテストなんですよ。昨今ではクローズドベータテストの段階でめちゃくちゃ文句を言う人っていうのもいます。いやいやテストだからって思う部分もあり、テストとは言えよと思う部分もあったりで、難しい部分ではあるんですけど、クローズドベータテストでのゲーム体験でストレスイメージを植え付けられてしまうという側面もあって、それなりにクローズドベータテストをやることに関してリスクも抱えているというのも実情です。ネットが普及した今ではそのプレイしたストレス体験を簡単に拡散できちゃう時代というのも相まって、やりづらいなっていうのもわかります。ですがそこを嘆いていても何も始まらないし、そのことを運営さんの方でも失敗の一つとして認識もしているっていう印象です。次に私自身気になる部分の一つなんですけど、まあよくこんだけ開発期間を延長できたなぁと。まあそもそもテストまでに4年近くかけていて、そこまでの人件費や開発費に膨大な費用をかけていて、そこからさらに収益が得られない中でさらに開発費がかさんでいく、それをよく上層部が OK を出したなぁと。それについてもこう語っています。正直評判が悪い仕様のままサービスインになってもしょうがないよなという逃げの気持ちもありました。でも下岡さんと鈴木さんがしょうがなくないでしょう、ちゃんとやろうよと言ってくれたんです。今から逃すなんてありえないと思っていたところに、え、ありえるのという話が来た。だから再開発に入ることに対して覚悟が決まりました。どれくらい逃していいかと聞いたら、ちゃんといいものができる確証が出るまで締め切りは決めないみたいなこと言うもんだから、水着が欲しいと。会社の経営層に関しても OK を出してくれたみたいで、このプロジェクトに関して会社全体で応援しているということも分かりますよね。私自身いろいろなゲームを渡り歩いてきました。
なので完全に見切り発車だろうみたいなゲームも数々見てきたし、それが予算の都合だったり会社の都合だったり関係者のことも配慮しなければいけなかったりと、いろいろな理由でリリースしなければいけない事情が背景にあったりします。それが当たり前というか、まあ普通だし、単純にこんなこと無理なんですよ。ちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、自分に置き換えて簡単に例え話をするんですけど、友達にプラモデルを作ってと1万円渡して1週間で作ってと頼みましたと。それを出品して1万5000円で売ろう、その後その差額のプラス5000円で、まあ、親に借りたお金を返そう、まあ、そういう予定を組みましたと、まあ、友達も OK してくれました。しかしですね、するとその友達は土壇場ですまんと、もう1週間かかるし、あと言いにくいんだけど費用がもう1万プラスで必要だわと言ってきましたと。どうしますか？親にお金も返さなきゃ言えないし、1万5000円で売ったとしてももうマイナス5000円なんですよね、その時点で。じゃあもっとかっこよく作ってもらって2万5000円にするしかないやん。てか親に金返せねえんだけどどないすんねんと。まあ親は親でその返してもらう予定の5000円のお金もプラスして、まあ旅行の予約を取っていたと。こうなると親も旅行をキャンセルしなきゃいけねえじゃん、まあどないすんねんと。まあ親はちょっと関係各社みたいな感じで例えてるんですけど、まあこうなりますよね。まあだから普通できないことなんですよ。まあちょっと簡単な例えなのであれなんですけど、まあ今の話っていうのは個人の例えなんですけど、これが企業ともなればもう関係各社が、まあ、親とかの日じゃないし、なおかつ金額の規模が億単位で動く話なんで、まあ、ちょっと正気の沙汰じゃないなみたいな私は感じてしまいましたね。いやすごいっすこれは本当に。そしてその不評のままリリースした場合、昨今のゲーム界隈はすぐ人離れが起こって戻ってこないということもきっちり理解してます。なのでもう全てを作り直すしかないと、まあ、判断したようなんですが、これは私自身は英断だなと感じましたね。もし不評のままリリースしてたら、もう昨今のソシャゲみたいにもう1年差集や他の新作に埋もれて復活もままならないまま終焉を迎えていたように思えますね。そして作り直しを決めてからの開発チームとの連携も目を見張るものがあります。細かくちょっとね説明するとめっちゃ長くなってしまうので、そこら辺の葛藤はね記事を見ていただければなと思うんですが、一例を出すと、本音で言うとですね、メンバーはここまで5年とか開発を続けてるじゃないですか。あとどんだけあんだよってうんざりしてプロジェクトを抜けたがる人も出るんじゃないかなと心配だったんです。だから俺最初に伸ばせるって話を聞いた時に一回噛みついたんですよね、持ちませんよって。ただそれでも開発メンバーは一丸となっていいものを作ろう、じゃあここ直しますみたいな感じで言ってくれて、まあ、ついてきてくれたようなんですけど、まあ、ここら辺の記事を見ていくと私自身もブルプロに諦めを感じた時も、まあ、正直ありました。ただなんやかんやで長く追ってきたゲームなので、まあ、ちょっと正直涙が出そうになりましたね。諦めずに沈黙の間でもファンアートを描いてくれた人たちなどのね、このエピソードにも心を打たれましたね。そして次は課金周りのインタビューについてなんですけど、まあ、直近のライブ配信、まあ、ブルプロ通信シャープ8でも発表された課金システムの、まあ、詳細もね含めて話していきます。インタビューでも言ってるんですけど、普通課金の話っていうのはリリース前に言うことってあまりないんですよね。でもだいぶ前の配信から、まあ、うっすら課金システムについて言及しつつも、ブルプロ通信シャープ8では、まあ、普通に細かく説明しちゃってます。正直それってリスクなんですよね、まあ、だってもしその課金要素が受け入れられなかったらゲームをプレイすらしてないで、まあ、じゃあやらないでいいやっていう人も出てきますよね。プレイさえしてしまえば課金するつもりはなかったとしても課金しちゃう場合っていうのもあるし、逆に課金してしまったから、まあ、遊ばなきゃ損っていう人もいると思います。そこの入り口を課金システムの話を先にしてしまったら潰してしまう可能性もあるからなんですよ。そこをね真摯にみんなが気になってる部分だから説明してくれるっていうその姿勢はすごく好感が持てるなと私は思いました。そしてパーティープレイ関係についても言及しています。プレイスタイルを否定したくないんですよ。プレイスタイルの裏側にはライフスタイルがあります。夜勤の人は遊ぶ時間が人と合わないとか、まあ、そこはできる限り否定したくないというのは最初の段階から思い描いています。
まあ、このようにですね、両側面からコンテンツを考えているということがわかります。私自身イニシエの MMO プレイヤーなので、まあ、ソロゲーよりパーティーゲーや、まあ、みんなでやるようなコンテンツの方が、まあ、好きな方なんですけど、昨今はソロプレイ主体のゲームも人気ですし、ここの調整って結構難しいと思ってるんですけど、まあ、パーティーでやるメリットがなければ、まあ、ソロでええやんとなっちゃうし、そうなるとパーティーコンテンツは過疎って意味をなさなくなると。かといってパーティーでやるメリットを大きくしすぎると、まあ、ソロプレイヤーがまあ萎えて離脱するとかっていうのもありますし、このバランスに挑戦しようとしてるのもまあすごいなと思います。そして何より考えてるなと思ったのが、最近では掛け持ちでゲームをやっている人がまあ多くて、まあ、そんなに長時間1作品に時間をかける人が多くないということを理解しているということですね。そのためにはどうすればいいかを考えてくれてるっていうのは、まあ正直嬉しいなと思いました。ここら辺に関してもぜひ記事を見てほしいんですけど、まあ、簡単に言うと1日に数時間ゲームをやるとして、その中の1時間でもプレイして楽しんでほしいという思いで作っているという点、これが本当にですよ、ゲームに反映されているのであれば、まあ、日課に何時間もかかるしだるいからやらんって人も、まあ、気兼ねなくプレイできるし、幅広い層に受け入れられるゲームとなるかなと思います。とまあざっと説明しました。まあそしてね、いろいろな思いもあります。ですが情報だけでゲームを正直プレイはできません。おもんなってなれば普通にゲームをやめてしまう人もいるでしょうし、そこは私も同じです。つまらなければ普通に即引退します。ですが、まあ、現時点では、まあ、スタートダッシュをかけて、まあ、チームも作って思いっきり楽しんでいこうと思ってますので、もし一緒にプレイしようぜっていう方がいたら、まあ、まったりプレイではあるんですけど、概要欄の方にディスコードも貼ってあるので、そこからねぜひご参加ください。まあ、一緒にブループロトコルの世界を旅しましょう。ではお疲れ様でした。グッチマンでした。あ、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。